真昼、起きろ。もう帰る時間だぞ。仕方ない。真昼、もう限界そうだから真昼の家の部屋まで連れてくけど。天音くんも。え？俺は家に帰るからな。いや、その一つ聞いていいですか？うん。机の上に写真立てあったと思うんですけど。真昼が寝ぼけたあまり添い寝を要求してくるから。さすがに無理だし。添い寝！